問題、金融機関の倒産による社会不安の拡大、地下鉄サリン事件の発生、阪神淡路大震災に見舞われたことなどから1995年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は新。問題、狂牛病の流行、O157 による集団食中毒の多発などから1996年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は食。問題、サッカー日本代表がアジア地区予選で強豪を破ってのワールドカップ初出場を決めたこと、山一証券などの相次ぐ大型企業の破綻などから1997年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は糖。問題、環境ホルモン問題、ダイオキシンなどの有害物質に対する不安の高まり、和歌山カレー事件の余波による毒物混入事件の多発などから1998年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は毒。問題、東海村での臨海事故発生、2000年代最後の1年であるということなどから1999年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は待つ。問題、2000円札紙幣の誕生、初の南北首脳会談の実現、シドニーオリンピックでの高橋尚子、田村亮子らによるメダル獲得などから2000年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は金。問題、アメリカ同時多発テロ事件の発生、アメリカのアフガン侵攻が始まったことなどから2001年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は1000。問題、レトロソングのリバイバルヒット、初の日朝首脳会談により北朝鮮に拉致された日本人が帰国したことなどから2002年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は帰る。問題、自衛隊のイラク派遣、阪神タイガースが18年ぶりのリーグ優勝をしたことなどから2003年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は虎。問題、新潟県中越地震に浅間山の噴火、新潟福島福井での豪雨、台風23号をはじめとする台風の連続上陸など国内での自然災害が多かったことなどから2004年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は災。問題、佐弥子内親王のご成婚、愛知県で愛・地球博が開催されたことなどから2005年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は愛。問題、小中学生の自殺の多発、悠仁さまの誕生などから2006年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は命。問題、防衛省の汚職事件の発覚、発掘あるある大辞典2による捏造問題、不二家をはじめ白い恋人や赤福餅などの職員表示偽装が次々と表面化したことなどから2007年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は義。問題、世界的規模の気象異変による地球温暖化問題の深刻化、株価暴落や円高ドル安などの経済変化などから2008年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は変。問題、鳩山由紀夫政権の発足、オバマ大統領の就任、スピード車の高速水着による競泳の世界新記録ラッシュなどから2009年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は新。問題、
1万度の突入温度から小惑星探査機はやぶさが帰還したこと、観測史上1位の猛暑を記録したことなどから、2010年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は暑。問題、なでしこジャパンのワールドカップ優勝、東日本大震災後の日本国民の団結などから、2011年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は絆。問題、山中伸弥教授のノーベル賞受賞、932年ぶりに全国的に観測された金環日食、ロンドンオリンピックでの過去最多のメダルラッシュなどから、2012年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は金。問題、東北楽天ゴールデンイーグルスの創設以来初の日本一、2020年夏季オリンピックの東京招致の成功などから、2013年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は和。問題、17年ぶりの消費税増税とそれに伴い生活環境が大きく変化したことなどから、2014年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は税。問題、とにかく明るい安村のギャグ、安心してください履いてますよの流行、安倍内閣による安保関連法案の成立などから、2015年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は安。問題、日銀によるマイナス金利政策、増添陽一前都知事の政治資金私的流用問題、リオオリンピックでの日本人選手の金メダルラッシュなどから、2016年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は金。問題、朝鮮民主主義人民共和国による度重なるミサイル発射や核実験、競走馬北三ブラックの活躍などから、2017年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は北。問題、スーパーボランティアの活躍、北陸豪雪や台風21号による自然災害の発生などから、2018年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は災。問題、東日本台風により避難命令が出されたことや、震源後令和への改元などから、2019年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は令。問題、新型コロナウイルスの流行によりソーシャルディスタンスを意識しながら生活したことや、大切な人との関係がより密接になったことなどから、2020年の今年の漢字に選ばれたのは何でしょう。正解は密。